皆さんこんにちは。今回は核の二等分線に関するお話をしたいと思います。今回、どんな状況かというのをちょっと図形でまず説明したいと思います。今回こんな状況を考えたいと思います。まず左から言うと、三角形 ABC がありまして、角 A の二等分線を引きます。二等分線ということは、つまりこことここ角度一緒ということです。この時のこの二等分線と辺 BC との交点を P と置きますと、これこういう状況がまず左側です。で、右側については、今度は三角形 ABC について、この角 A のこの外側ですね、ここを延長した時のこの外側、外角と言いますが、外角の二等分線とこの BC の延長との交点を Q とします。こんな状況です。で、今回ね、この右側のこの図形についてはちょっと細かいことを言うと、この Q がね、いつでも存在するかっていうと、そうじゃなくて、この AB と AC が長さが等しいとき、つまりこれが正三角形じゃなくて二等辺三角形ね、二等辺三角形のときは、この外角の二等分線が地面と平行になってしまうので、そういうとき Q が存在しませんので、今回は、AB の方が AC より長いという状況で、ちゃんとこういうね、Q が存在するという前提のもとに話を進めていきたいと思います。じゃあ今回どんなことが言えるのかということを述べておくと、まずこちら側についてですね、この三角形の斜めの部分ですね、それぞれ M と N というふうに長さを置きます。ここが M、ここが N だったとします。その時にこの下側ですね、 BP 対 PC、 ここの比がM 対 N ですよということが言えます。ここ対ここがここ対ここですよというようなことが言えます。これを使ってね、計算問題とかでよく問題解いていくわけですよ。こことここ長さが分かってて、ここがね、長さ分かってて、こっち長さいくつですかみたいなね、そういう問題で使えたりします。で、この外角の二等分線についても、辺の比が等しいということが言えてですね、この場合はここの三角形、斜め M と N と置いたときに、ここ対ここ、BQ 対 QC が M 対 N ですよということが言えます。この右側の状況は、左側よりはちょっとこの辺の比が、ここ対ここっていうのちょっと覚えにくいんですが、一応これもね、言えるということです。で、今言った話をね、ちょっと文章で書いたのが、こちらになります。ちょっと繰り返しませんけど、今口で言ったことを、日本語で書くとこういうふうになります。じゃあ今回こちらのね、辺の比が等しいということですね。この下側のこの式の、証明をするにあたって、必要な予備知識を、少し確認しておきましょう。これは数学 A の教科書の割と最初の方に書かれてある内容なんですが、今こんな三角形が、あると思ってください。お菓子のなんか、チョコレートのお菓子のアポロってありますね。あれの上がこうストロベリーというかイチゴの部分で、下がチョコレート のアポロってお菓子がありますね。アポロっぽい形を今しているとこんな状況で、しかもこの、ストロベリーとチョコレートのこの境目と、この地面ね、ここの直線が今平行だとしますと、 PQ と、BC が今平行だとしております、ね、でこの時に、この辺の比が、等しいことが言えますよと、いうようなことを言っております。この図形から、辺の比が等しいところが、たくさん取り出すことができます。ちょっと順番に確認していくと、まず最初1番。1番は、ここ対ここが、ここ対ここですよというようなことを言っています。これは、今黄色で塗った三角形と赤で塗った大きい三角形、これが相似になるということからわかると思います。相似になるのはいいですよね。こことここが今平行だからね、同位角で等しい。こっちも同位角で等しいから、相似になっていて、対応する辺の比が等しいので、この式が正しいと。ここ対ここが、ここ対ここになりますよっていうことが言えます。じゃあ今度2番ですね。この2番については、この、ストロベリーと、チョコですね。ストロベリーとチョコの比が等しいっていうことです。で、これ、なんでこれ言えるかっていうと、これもすごい簡単な話で、ここの斜めの線をこちら側に移動させて、ストロベリーの部分とチョコの部分でね、こうやって分離してあげると、この上の黄色の三角形と赤の三角形は、これは相似になりますよね。
相似になるので辺の比が等しいということで、まあここ対ここと、まあ、ここ対ここが等しいと。で、ここ対ここって結局ここ対ここと同じですからね、今平行に持ってってるだけだからということで、結局ここ対こことここ対ここが等しいということができます。で、ちょっとここで少し補足なんですが、ここの PQ ですね、この PQ のラインをちょっと下げて、ぐーっとこの辺まで下げてですね、この ABAC のこのね延長線上に PQ があるという、こういう状況においてもこの2番の今言った式が成り立ちます。つまり、ここ対ここイコール、まあ、ここ対ここですよというようなことが言えます。まあ、これももし納得しづらければ先ほどと同じ論法でここの斜めをちょっと平行移動させてあげて、こんなふうに考えると、この黄色の三角形と赤の三角形が相似になるということから、ここ対ここと、ここ対ここね、まあ、ここ対ここね、こことこの長さ一緒だから、同じになるということから、辺の比が等しいということが確認できると思います。じゃあ戻してあげて、じゃあ、今度3番目も一応言っとくと、AP 対 AB イコール PQ 対 BC ですね、こういう辺の比が言えます。これも先ほどと同じで、その相似な図形からね、分かると思います。はい、ということでじゃあ、以上の準備のもとに、先ほどのね、証明をやっていきたいと思います。じゃあまず、内角の二等分線、こちらの、辺の比ですね、これの証明をやっていきましょう。はい、じゃあ、今回ね、この M 対 N イコール BP 対 PC ということを言いたいわけですが、今回ここが二等分線になっている、というところをうまく使いましょう。でこれどういうふうにやればよいかというとですね、こちら今 BA を延長します。そしてここにですね、ちょっと直線を引くんですが、この直線をですね、ここの角度の情報をうまく遺伝させるために、ここ平行になるように引きます。この AP と平行になるように C を通って平行なこういう直線を引き、そして BA を延長させますと。でこの交点を P と置きます。こうすると、まあ、平行になっているというところから、いろいろ有益なことが言えてですね、まず最初に言えることとしては、これとこれ平行になってますから、今このね Z の関係、錯覚の関係でこちらとこちら角度同じですよと。それから今度はこちら平行で、こちらこの直線が横切ってますから、今度この F の関係ですね、 F の関係で同位角でこことここ等しいですよということが言えます。つまりこちら側の三角形が、二等辺三角形になりますので、ここの長さとここの長さが等しいと。つまりここ今 N と長さを置いてたわけですが、ここの長さも N ということになります。ということは先ほどのね、アポロの図形が、アポロってお菓子のね図形が今これ全体としてね出てきておりまして、これは、ここ対ここイコールここ対ここ、ね、という辺の比が成り立っておりますので、今回 BP 対 PC イコール M 対 N、まあ、つまり M 対 N とね、いうようなことの証明ができました。まあ、これで、内角の二等分線に関する、証明が終わりました。はい、ということでじゃあ今度同じノリで今度は外角の二等分線についても、証明をしていきましょう。こちらですね、はい、ちょっと大きくして、じゃあ今度は今こんな状況なんですけど、まあ、さっきと同じノリでですね、うまく平行線を引いてあげてこちらの二等分線になっているというところを、うまく使っていきましょう。そしたら今度はこちらの線をですね、うまくこうちょっと寄せてここに平行な線を引きましょう。でここの延長を E とします。そうするとさっきと同じような理屈でですね、今度こちら側これとこれ今平行なので、ここの Z ですね、ここの Z で、ここが角度錯覚の関係で同じですよと。でそれから今度はこの斜めとこれですね、この F 逆 F のこの関係でこことここ角度一緒ですよということで、やはりさっきと同じような形でここに二等辺三角形が出てきます。まあ、二等辺三角形なので、ここの M の長さとここの M の長さ同じですよねということになります。ということは、こちらの今図形に注目してあげると、ここ対ここがここ対ここですよねと
いうようなことが言えます。これ平行なんでね、さっき確認した性質から、ここ対ここがここ対ここですよねってことが言えます。つまり BP 対、BQ 対 QC は、M 対 N ですよねというようなことを言うことができました。はい、ということで、今回こんな形でですね、それぞれ内角の二等分線、外角の二等分線について、それぞれ辺の比がね、こんな風に言えるんですよっていうことを、言うことができました。それぞれでですね、うまく平行線を引いてあげて、こうアポロの、こう図形をね、アポロってお菓子の図形を、作ってあげて、こう辺の比をね、成り立つということを証明するという形でした。はい、ということで今回はこれで終わります。ありがとうございました。